Apple Intelligence の最大の利点は新しいノートパソコンを購入する必要がないということです。Copilot Plus PC に登場する AI 機能は興味深いものですが、サポートされているノートパソコンは提供されているものは最低でも1000ドル以上。しかし、Apple のアプローチは全く違います。新しい MacBook や iPhone を購入する必要はなく、すでに所有しているデバイスで Apple Intelligence を利用することができます。Apple は M シリーズのチップを搭載しているか、iPhone では A17 Pro チップが載っていれば Apple Intelligence マシンへ変貌を遂げることができます。iPhone 15の無印に買い替えた人はちょっと残念ですよね。すべての M チップシリーズで使えるということで、かなりここは対応は広くて、現在 Mac ユーザーが使っている iPad や Mac の対応はめちゃくちゃ広くなりそうですよね。それによって今まで必要なかったんじゃないのと言われていた iPad での M シリーズチップですが、これから価値が上がりそうです。デバイスを Apple 製品で統一しているユーザーたちも、全てのハードを最新のモデルにアップグレードすることはできませんから、少し前の世代もサポートしてくれるのは非常にありがたいですよね。Apple Intelligence は Mac、iPhone、iPad の3種類のデバイスに無料でアップデートされます。これらのデバイスが連携して動作をしてくれます。一方、Copilot Plus はノートパソコンのみで機能します。世界で一番普及しているガジェットは、もう今はスマホですから、iPhone によって初めて AI の機能に触れるっていう人がこれから増えそうです。一方で Copilot の方は、ノート PC という限定されたデバイスの中なので、AI マシンへの簡単な入り口とは少し言い難い感じがします。エコシステムについて考えると、Apple のエコシステムは他の企業が追いつけないほど進化をしてしまいました。一度エコシステムに使ってしまった Apple ユーザーたちは、特に iCloud ストレージに縛られてしまって、一度課金してしまうともう二度と抜け出すことはできません。まあ確かに実際使いやすかったりしますからね。一方で他の企業もこのエコシステムは、まあ、ソフトウェアで、ね、収益を上げるということで非常に効率がいいビジネスなので、まあ、目指してるといえば目指してるんですが、なかなか難しいところもあります。特に Windows の場合はサードパーティーに頼りすぎというところもありますので、そういったところでなかなか統一性を持たすことが難しかったり、 Google もエコシステムからつながる課金サービスについては Apple に比べると少し劣っているように見えます。これから AI の世界から逃れられなくなり、そしてエコシステムからもガチリとロックされてしまうかもしれません。iPhone で写真を撮ってそれを Mac で編集。今までのその作業に AI の手を加えることができます。Microsoft は逆に新しいノートパソコンを購入する必要がありますので、そのデバイスでのみ AI 機能を利用できます。そして購入した後もその AI 機能が使えるのはそのノート PC のみです。もしその他のスマホ、タブレット、デスクトップ PC などを持っていてもそれでは使えません。Copilot Plus の主な機能はリコールで、これは基本的に Windows 内の AI 検索機能で PC 上で行った全てのことを参照できます。ブラウジングしたりとかメッセージを送ったり、写真を閲覧したりなどです。Apple Intelligence もテキストの構成や書き換えが可能で、Microsoft Designer のように画像を生成できます。Siri を使ってシステムに関する質問を答えたり、トラブルシューティングを行うこともできます。今までの Siri は AI によって強化されるみたい。しかしその大きな特徴の違いは、システムを大きく超えることができるかどうかです。例えば Apple のライティング機能は Apple のアプリ内だけではなく、サードパーティーのアプリでも自動的に利用することが可能です。あらかじめ純正のアプリケーションでコピペをする必要はないということです。あらゆるアプリケーション、そしてデバイスも大きく飛び越えることができ、シームレスな AI というものが実現できています。そしてプライバシーのことを語ると、やはり Apple の方が強いと感じました。WWDC で主に Apple はプライバシーのことについて何度も強調しました。もちろんセキュリティに関しては Microsoft の方も安全だというふうにプレゼンしますが、その内容を見てみると、やはりクラウドで処理するのか、ハード内で処理が完結するかによって大きく信頼度が変わってきます。Apple Intelligence はハード内のみだけで処理することができますので、必要のない情報までクラウド上で処理する ChatGPT に投げかけることはありません。ハード内で完結できる Apple Intelligence は、レスポンスのスピードだけでなく、プライバシーという観点からもオフラインで作業ができるので、かなり信頼できる要素になっています。一方で、Microsoft の Copilot PC は、基本的にはオンラインがベースとなっているサービスです。もちろん Apple も ChatGPT4 Omni に今回は対応してますので、Apple Intelligence で処理しきれないものに関しては助けを借りることになりますが、それでも基本的なものがオンラインなのか、それともオフラインで処理できるのか、これによってセキュリティに関しての信頼度は大きく変わりますよね。見た感じ、現在では Apple Intelligence を統合した Mac 製品の方が AI マシンとしては優れているように感じました。スナップドラゴンの最新バージョンは40トップスを超えていて、ハードウェア的なパフォーマンスで、もちろんそれを追い抜くことも可能でしょう。しかし発展途上であるこういった AI の分野においては、
どちらかというとものすごく強いハードを出すの前に最適化問題やサービスの向上が優先されると思います。現在アップルが優勢だったとして、今後もこの優位な状況は続いていくのでしょうか。そもそもまだ Windows のコパイロット PC 種類が少なすぎますよね。サードパーティーの製品がいろいろ登場していますが、もうちょっとリーズナブルなもので欲しいよね。もちろんコパイロット PC プラスの要件に合うものっていうのはメモリの容量とかね、 NPU の強さとか条件があって、なかなか安いモデルっていうのは難しいっちゃ難しいんですけども、それでももっともっとサードパーティーが競合してくれてね、少しでも低価格なねモデルが出てくることを期待しています。特に Surface に関しては高かったですよね。 Apple かよと思うぐらいメモリに関してもぼったくりアップグレード価格を提供してますからね。一方で Appleは現在では過去のデバイスを使えるということで非常にコストパフォーマンスに優れてる感じもしますが、基本的に Apple の商法はディアゴスティーニです。 M1 チップが出た時にめちゃくちゃコスパ良くて、まあ、初めは優しいんですけども、後の方から厳しくなってきます。特に AI という新しいジャンルを、まあ、初めてね体験するユーザーが増えるわけですから、とりあえず安いコスパのいい状況で入り口を広げておいて、ユーザーの数を増やし、そこから Apple エコシステムに連れて行かれるかもしれません。一度プラットフォーム変えちゃうとなかなか逃げれないっていうのが人の心理ですからね。そして過去の製品が使えるということだけに関しては寛容に思いますが、今新製品として出ている Apple 製品はどれも信じられないぐらい高いですからね。そして最大の懸念は Apple Intelligence のようなハード内で解決する LLM は基本的に内部のメモリを結構食います。噂では Apple Intelligence は 2GB ほど RAM が必要と言われていますので、それでもまだ MacBook は 8GB モデルがベースでも大丈夫という主張を続けるんですかね。今まで大丈夫だったとしても、これだけ広い製品に Apple Intelligence が標準搭載されるわけですから、確実にこの 2GB ロックされてしまうって考えると結構きついものもあります。それでも Apple はいつも、我々の製品はメモリのマネジメントに優れている。なので RAM はあまりいらないということを主張していますので、Apple Intelligence もメモリマネジメントが素晴らしくて、ローカル LLM でも大丈夫なんですかね。そのために 6GB の RAM しか載っていない iPhone は Apple Intelligence を切ったんじゃないかなと考えています。果たしてベースモデルイコール 8GB のこの商法がようやくとどめ刺されるのか、それともまだ Apple は 16GB にアップグレード3万円という破格、この旨味から逃げられずにこの方法を続けていくのでしょうか。もしも Apple Intelligence の搭載が 8GB のベースモデルの Mac に大きな影響を与えるのであれば、今回作った動画も Apple の優位性も考え直さないといけないかもしれません。